が3の名称、3の3、抽出の、ね、スピードをコントロールしてくれる。おすぐっとまろうすただいいとんどうちゃん、いやー来ましたね。伊藤も大好きで大好きでたまらない借りたウェーブドリッパーからの新作が登場されます。こちら借りたウェーブ MI185 ドリッパーですね。今回の動画ですね、このドリッパーを存分に皆さんにご紹介させていただきます。今回はですね185の大きいサイズ、そして台湾の皆さんも大好きな安心安全のタオツ、これ来ました。日本のメイノンサオのタオズの185ドリッパー、いやこれ最高じゃないですか。今回ね刈田さんの方からご連絡いただいて、これ使わせてもらって、まあいい刈田ウェーブ愛ならもう何十時間でも語れるという。伊藤のこの刈田ウェーブ、ここにね前回の動画何度もなぜ刈田ウェーブがいいのか、これねお伝えさせてもらってるので、ぜひご確認いただきたいのと、今回の流れとして初めにねこのドリッパー、まず会社でちょっと様々なこのドリッパーのご紹介させていただいてから、このステンレス不鏽岩とこのタオズの違いって何なの、これね皆さんにちょっとご説明をしてですね、最後にこの185を使ったレシピっていうのを皆さんにまだ公開してないので、せっかくね大きいこの185を使うのであれば、やはりアイスコーヒーで最大の量、この185で落とせる最大の量のレシピと入れ方説明していきたいと思います。伊藤はですねきちっと台湾の総代理から購入をさせていただいて、皆さんのもとに、お店やオンラインから届けているので、ぜひねそこら辺なんかもぜひ皆さん安心してですね、この刈田さんの商品を、使っていただければと。で台湾市場はまだこちら販売はしておりません。日本の方はねもう販売開始してるんですけれども、台湾市場はまだこれ販売してないので、我々グッドマンロースターは、まあ、台湾総代理と話をしてですね、17日の土曜日からこちらのドリッパーを、店頭ファーサンディエンとテンムディエン、ハヨーワンザンで販売を開始しますので、ぜひねこの動画チェックして、気になる方はそちらの方から購入をしてですね、この喜びを一緒に体感していただければなと思います。ジャークなんかもかなりお求めやすいジャークになってんじゃないかなと、後ほどお伝えさせていただきます。なお我们就开始吧。この美濃焼き本当伊藤大好きなんですよ。で美濃焼きの特徴としてよく言われるのが、特徴がない陶器であることが特徴だと。で要はもう本当に歴史として1300年ぐらいのね古い歴史を持った焼き物の産地なんですけれども、芸術品ただ見るだけの焼き物ではなく、いかにこう美しいかつ機能性があるか、いかに使いやすいかっていうところ、いかに色褪せないかっていうところがね美濃焼きの最大の特徴だと思ってるんですよね。今回ねこの美濃焼きもね本当に美しいし、しかもですよこうツルツルで結構マットなんですよね。でそれがね一番今回驚いた点かな。で重さなんかもねかなり軽い方に入るんじゃないかな。刈田ウェーブのね185だとこのねハサミ焼き、これね皆さん持ってる方も多いと思うんですけども、このハサミ焼きなんかに比べると重さが、これハサミ焼きが 296g で、今回この美濃焼きが 275g ですね。やはり軽いわ。もう持った感じでも結構軽さがわかる。でハサミ焼きとしては、ハサミ焼きもまあ九州でね非常に有名な産地なんですけども、ハサミ焼きの特徴としてはまあ1個割れにくいっていう特徴も挙げられますよね。あとはこう磁器のようなねこう色鮮やかな、こう光沢感みたいなのもハサミ焼きの特徴ですよね。今回ね MI185 こちらのね4つの可愛らしい色を用意してくれてます。でこちらがサンドベージュ、サンドグレイ、サンドブラック、サンドブラウンですね。これね4つ本当にどれもいい風合いの色出してくれてます。伊藤どれかな、伊藤のおすすめで言うと、やっぱ黒に行っちゃうんだよな、この質感いいよなマットの。
この黒いいし、あとはこのねサンドベージュなんかも俺好きっすね。この色なかなかちょっとねこうなんか珍しい風合いの色で、とっても美濃焼の特徴が出てるかなと思います。でこれね近づけてご覧いただこうと思うんですけれども、このロゴはねハサミ焼の以前の陶器のものと一緒にここ大きくね刈田さんのロゴが入ってます。でこの中ですね、こちらここのリブの部分は一緒なんですけれども、このね今回この底面の部分、ここが今回ねあのいつものこの Y 字、このハサミ焼きはこの Y 字、あと武将眼もこの下のねこれこう Y 字の凹凸があるんですけれども、今回はこちらちょっとね円っぽく丸くなってですね、まあ、この凹凸により、まあ、前回もお話しましたけど、まあ、ペーパーフィルターとこのドリッパーの間に適度な空間を作ってくれてるんで、抽出の、ね、スピードをコントロールしてくれるという、ね、大事な役目があります。このねここの凹凸が変わることによってね抽出にどれだけ影響が出るのか、もしくは出ないのか、この辺をね後で武将眼のドリッパーと一緒にこのビチャーをしていきたいと思います。裏ですねここで、今回はこのダチ、ダチいいですね、ダチ、これねあの岐阜の土岐市のダチ町っていうところで作った美濃焼のドリッパーなんで、今回ダチといいですね。俺もまだ行ったことない、行ってみたいなと思って、京都からもね、まあ、2、3時間か今度行ってみようかな。ダチと、ロゴが刻まれておりますと、あとこのメイドインジャパン、これはいつもの一緒ですね、はい、で185とここに、刻まれておりますと、 あと1個言い忘れた、あの釉薬ってあるんですよね。この陶器を作る上で下地の上にこの光沢を出す、この光沢をこれを釉薬といって、あとはこう液体なんかを染み込むのを防いだりするこのガラス質の粉末のことなんですけれども、この釉薬がね今回特殊な釜片釉薬っていうのを使ってるみたい でこれは何かというと、その条件によって一個一個風合いがこうその釜片釉薬を使用することにより風合いが一個一個ずつ違ってくるっていうふうにおっしゃってたんですよね。なのでこう機械の大量生産みたいに全てが均一で全くこのいいも嫌んではなくって、一個一個この風合いやちょっとした色目、あとは重さなんかにも一個一個ね違いが出てくるみたいなんで、そういうのもねこう一個一個こう手作り感のあるこの貴重なドリッパーとして、大量生産のできない貴重なドリッパーとしてね、そこら辺なんかも楽しんでもらえればなと思います。はい、では次ね、やはりねこの伊藤おすすめの武将眼とこのタオツ、こうヨシマプイヤンナをスースーカンビチャーで、今回ねまず武将眼、これ先ほども言いました、あのタオツハサミ焼きと一緒でここ Y の字なんですよ、底面 Y の字ですね。でまあ、ここの違いがあると、で、まあ、ここの光景はほぼ一緒ですね、うん、光景は全く一緒ですね。でこの取っ手のちょっと部分だけこっちの方が逆にちょっとここが尖ってるかなというぐらいで、あとはもうほぼほぼイヤンですね。実際に155とイヤンの指数クに対してランパウス CC の比率でやっていきます。だけれども185を使う場合は絶対的に 14g はリャンが大差をですね、なので185使う場合はまあ最低量としては 20g からの BD でやってみてください。 20g からですね、 20g 以下はちょっと少なすぎちゃうんで、ぜひあの絶対におすすめしないです。なので 20g に対して EB スーパーで抽出をされることをおすすめしております。で陶器の材質の特性として、熱しにくくて冷めにくいというのが特徴、熱伝導率が異様に低いんですよね。なので今の段階だともう冷えてしまっている状態なので、必ずチュエチューの前はお湯をここで、あのペーパーフィルターにお湯はかけないでください。だけれどもここの状態で熱いお湯をかけて、先にドリッパーを必ず温めてください。
で武将館も熱伝導率は低い方なので、まあ、先にねあらかじめ一緒です、お湯をかけて温めておくっていう行為もありかなと思います。で抽出終わったら、まあ速度とあとはこのようなね温度計で、まあ、最後のコーヒーの液体の温度にどのぐらいの違いがあるのかを、測っていきたいと思います。結果が出ましたね。抽出時間がかなり違ったな、びっくりだな。いや陶器の方が2分50秒程度で、ステンレスの方が3分30秒、同じ引き具合なのに面白いですよね。で、かたや抽出の最後の温度帯はですね、陶器の方が72度付近に対して、ステンレスの方があれだけ長く抽出をしてたんですけれども75度付近、まあどちらもステンレスも陶器も熱伝導率が低くて保温性が高いのは特徴なんですけれども、まあでも温度帯はね、今のスペシャリティコーヒーは、まあ、冷めてもまた違った魅力が出てくるというのも特徴の一つなので、冷めても美味しいというので、まあ、そこまでね温度帯は気にならないんですけれども、じゃあちょっとね味わい飲んでいきたいと思うんですけれども、この陶器の方から、いや陶器の特徴ですよね。酸味を抑えて甘みとこの質感を最大限高めてくれる、ここに尽きるんじゃないかな。とっても滑らかだし、分かりやすく滑らかで、分かりやすく後味が甘いフェイガン、まあ、この辺がとってもこの MI185 の特徴が最大限出てるのかなと。じゃあステンレスの方、いいですね、綺麗だな。いやこれね、違いがやっぱ味わいの違いめちゃくちゃ出るな、超綺麗。あのステンレスはやっぱりね、こううちのねオペレーションでも採用しているようにとっても綺麗でクリア、酸の表現もとっても明確で非常に心地いいんですよね、酸が口の中に飛び込んでくるっていうのが本当ステンレスの最大の特徴ですね。このカリタウェーブのステンレスですね、違いがもう明確に出る。ぜひね皆さん両方お持ちの方は飲み比べてみてください。どっちもいい。ただ甘みにフォーカスすると陶器、酸の質にフォーカスするとステンレス、どっちも言い難いですね。このような検証結果になりました。では最後にですね、せっかくね今回185のドリッパーなんで、このアイスコーヒー最大量がどのぐらい落とせるか、レシピと抽出ぜひねやってみますんで参考にしてみてください。今回ねカリタさんからこの新しく出たね、このカリタさんのスケールもご紹介いただいて、改めて、まあ、台湾もね今スケールがすごい、マトリックスさんもそうだし、最新な素晴らしきいろいろなものが測れるスケールもね伊藤紹介させていただいてるんですけど、今回カリタさんのこのスケールは本当にこのツワントーでこう電池式なんですよね、こういうね懐かしい感じの。ただなんか久しぶりこういうスケールを使ってみて、すごい簡単でシンプルかつ使いやすいっていうスケールもまあありなのかなっていうのを感じました。まあでも家で使うのは十分ですよね。ここグエリンして、ここタイマー、もうこれだけなんですよ、この操作しかないんですよね。で電池交換っていうのがちょっとマーファンではあるんですけど、それを抜かしたら
ほぼほぼシンプルでいいんじゃないかな。しかもやっぱ価格が1500元ぐらい、ちょっとうちのお店では販売しないんですけれども、価格がね1500元ぐらいなんで、うん、やっぱシンプルなのもやっぱいいなと感じましたよね。さすが刈田さん。はい、ではこの MI185 で落とすアイスコーヒーの最大抽出量、まずは比率なんですけれども 40g までいきましょう。これで 40g が伊藤おすすめ最大の、コーヒーの量だと思ってます。で 40g に対して EB バーティエンウーですよね。なので、お湯の量が3杯スース cc、 これでアイスコーヒー作れます。で3杯スース抽出して、まあ、全部その場で飲み切るのもいいですし、もし飲み切れない場合は何か密封の容器に移していただいて冷蔵庫でリャンティエンぐらいいけます。なので、まあ、たくさん落として飲み切れないものは冷蔵庫に入れて、容器に入れてですね、密封の容器に入れてそのままリャンティエンぐらいは美味しく飲めますんで、ぜひ参考ください。で今回、40g なんで、まず1投目 150cc を入れて、ジャオパンしてもらって、25秒まで待ってから、次2投目 250cc、 そして3投目3杯スース cc でフィニッシュですね。これで抽出をしていきたいと思います。はい、では無事に抽出も終わりまして、でこれね、あのすぐさま抽出したのをこの氷入りのコップにそのまますぐにこのように急冷をさせると、でこの残ったものは密封のね、容器に移し替えて冷蔵庫に保管してリャンティエンぐらいは美味しく飲めちゃいますので、ぜひね、せっかく185で抽出されるのであれば、このぐらいね多めの量のアイスコーヒーを抽出してもらえたらなと思います。これねやっぱね、陶器で入れるコーヒーやっぱいいですね、味わいがね、うん、本当に酸のこう際立ちを抑えてくれて、甘みやら質感やらを高めてくれると、うん、最大のメリットですねこれね。本当にやっぱ おうちコーヒー、ご自宅コーヒーにはもう一番適してる材質、この美濃焼きの陶器のドリッパーじゃないかなと、伊藤大おすすめで今回、動画作らさせていただきました。最後ジャークなんですけども、これ大事ですよね。まあ刈田さんだし陶器だし、まあ高いんだろうと皆さんね予想されてるかと思うんですけれども、はめよワンチェンチュエディンダジャークダンスのティンショーダーガイスイクバーバイユン左右八百元。便宜吗？还是有一点贵？我觉得一个这个八百元的，真的，卡里达桑，这样价格可以吗？我想问，我想问呢。真的，本当にこれこそ企業努力、卡里达桑が。このね、ご自宅コーヒーをさらに美味しくするにはどうしたらいいかというね、考えに考え抜かれてこだわり抜いたこの美濃焼きのドリッパーが一個ダーガイスーパーパイユエンゾーヨーネ。いやー、これはね本当に刈田さんに感謝をしてですね、我々はね立派量超立派量回数前なんでね、買い前なんで、ぜひね期待していただいて、
実際にね店舗の方ではね触ったりもできるので、この図鑑をねぜひ実際に触りに来てもらえたらなと思います。 OK ナチョツのインペースジェシュラルゴシファンツクインペーマファニアンザンラホーフェンシャゲポヨメ新日時代接下来的影片谢谢大家的收看哦，谢谢你，拜拜，见见喽。